やっぱね、自分思ったんですよ。この部屋なんか寂しいなって思ったんですけれども、ここですよね、ここ。ここね、この壁のスペースにね、ちょうどここにソファーがあって座って見るとこなんで、テレビを置こうかなと思ってたんですよ。テレビとテレビ台を置こうかなと思ってたんですけれども、まあなんかそうですね。まあなかなか結構引っ越しの初期的な資金とかもかかったりとかして、なかなかこうテレビね、高くてね、購入に踏み出せないところがあるんですけれども、さすがにここの壁開いてるとちょっと寂しいなということで、ちょっともうテレビ検討しようかなって思ってますね。もうちょっと先延ばしにしようかと思ってましたけど、ちょっとテレビ探し始めようかと思います。さすがにちょっと欲しいなということでね。はい。せっかくね、このいい感じのソファーがあったりとか、あとここで寝たりもするわけなんで、テレビがあった方が、かなり QOL は上がったりするんじゃないかなって思ったりしますね。はい。まあそのテレビ買うにあたって求める条件っていうのが、まずは解像度が 4K ってことですね。4K。はい。あとは、大きさなんですが、大きさこれまだ迷ってて、まあ大体50型ぐらいがいいのかなっていうふうに思ってますね。うん。結構ね、意外にこれ、距離とか広さとかここあるんで、あんまちょっと小さすぎて物足りないかなっていうのと、あと大きすぎると、その結構圧迫感が出たりとか、他のインテリアに邪魔しちゃったりとか、何より搬入したり設置するのがね、多分一人でやることになるんで、大変なんで、そこら辺のこと考えると、50型ぐらいかなっていうふうに思ってます。でかくても小さすぎてもテレビに関してはね、ちょっと、あれなんで、まあ、ちょうど大きさが多分50か55ぐらいなのかなって思ってますね。65とかになっちゃうと、まあ、運び込めるっては込めるけど、まあ、65とかはまあいけると思いますけどね。まあ、それ以上になると結構なんか圧迫感が出てきたりとかすると思うんで、50から65まで、まあどうなるの ?50から55ぐらいの間で探そうかなって思いますね。あとは、YouTube とかが、テレビ、テレビ、単体で見れることです。その、あれですね。インターネット。まあ、有線でも Wi-Fi でも、つなげることができて、まあ、YouTube でしか見ないですけどね。YouTube とか他のね。まあ、これからなんかなんだっけ、Hulu とか、Netflix とか、そういうのもね、なんか始めてみたいななんて思ってるんで、できればそういうやつもなんかまあ、なんかつなげばね、どうせ見れるんですけど、まあ、ちょっとめんどくさいんで、テレビ単体で見れるもの。っていうのをちょっと条件にね、テレビ探していこうかなと思います。で、なんか本来はなんか、自分はなんか有機EL がいいだろう、なんだろう、かんだろう言ってたんですけど、高いですね。まあ、10万はまず超えますね。うん。10、だいたいまあ、LG とか、そこら辺のメーカーの、有機EL の50型ぐらいだと、だいたい12、3万。まあ、それでも安いと思うんですけど、今すぐに出る出費じゃないんですよね。でも液晶だとね、本当に冗談抜きで半額ぐらいで買えて、7万とか6万とかでね、50型でも普通に売ってるんですよ。4K で。YouTube 見れているテレビが。だから、そのね、今この状態で、その、有機EL か液晶かで、その倍の金額を出す、余裕はないから、もう液晶でいいんじゃないかと思ってるんですよね。まあ、そんなこと言ってお店に行って有機EL見ると、あ、やっぱ有機EL綺麗だなと思うんですけども、冷静になって考えて、その、液晶テレビが2枚買えるわけなんですよ。2台液晶テレビが買えるわけなんで、まあその、液晶テレビ台1台分が開くわけなんですよ。だからそこで何を買えるかっていうことを考えると、まあ、パソコンの、自分使ってるモニターなんかだと2枚くらい買えちゃうし、まあ、他にもちろん食品に回して贅沢なもの食べることもできるし、なんか、友達と遊びに行く、なんか旅行とかだったらね、5、6万あったら2回くらい安い旅行だったら行けるし、友達と遊ぶのに使ってもいいしってこと考えると、ちょっとね、有機EL そこまで、こだわんなくていいんじゃないかなっていう気が出てきましたね。うん。最近この iPhone 13 とかもそうですけれども、まあ、ミニ LED になったりとか、最近の新型のパソコンとかも有機EL になってきたりとか、周りのこういろいろ最新のデバイスが有機EL になっていくから、ちょっと今更液晶感があるんですけど、まあ、ここはちょっとね、
お金が貯まったら、買い替えてもいいわけですし、それはなんか、絶対テレビ欲しい人なんてね、絶対誰かしらはいるわけなんで、あげたっていいわけだし、とりあえず条件としては 4K の50型の、YouTube とか単体で見れて、液晶で安いものになるかなと思いますね。いろいろね、Amazon とかでちょっと調べてみたんですが、やっぱメーカーによって結構変わるんですね。はい、値段とか。やっぱそうですけど、国産のメーカーだと高かったりとかするんですよ。テレビ50インチ。できればね、LG とかは結構色味が好きで、LG もいいと思うんですけれども、国産がいいんですよね、やっぱりね。東芝とか、ソニーとか。東芝、ソニーあたりが一番ちょっと間違いないのかなっていうふうには思ったりしますね。LG とかサムスンとかも、結構あそこら辺韓国メーカー結構優秀ですけど、国産メーカーじゃないとちょっとネットで買うわけなんで、量販店、持って帰ってこれないからネットで買うことになると思うんですよ。本当は量販店で買った方が保証ついたりとか、なんかこういろいろ対応してくれたりすると思うんですが、ちょっとね、量販店から持って帰ってくることができないんで、Amazon で買うことになると思うんですけれども、国産のメーカーがいいですよね。ソニー、東芝、パナソニックあたりが、いいのか、あとシャープとか、そこら辺がやっぱり一番間違いないのかなって思いますね。品質的にもそうだし、これ、ちょっと違うなっていうのがね、ないと思うんですよ。国産の買っとけば、絶対いいものが来るんで、国産のやつであれば、国産メーカーか、のやつであればね。でも安いので言えば、やっぱり、ハイセンスとか、TCL とか、そこら辺になってくるんですけど、やっぱちょっとね、中華メーカーは、あんまり好きではないですよ、個人的に。ハイアールの冷蔵庫買っといてなんですけど、韓国メーカーは普通にいいと思うんですよ。韓国メーカーは普通にいいと思うんですよ。中国が近いからちょっと軽視されがちですけど、韓国メーカーは普通にいいと思うんですけど、できれば国産かな。TV50 インチ、これ 4K って言った方がいいのかな。4K は本当に譲れないですよ、個人的には。別にハイセンスとかでも結構使ってる人いるからいいとも思うんですけど、あんまりちょっと好きになれないってところはあったりして。ハイセンスだとこれ、こういうルー車かな。たまに来るんですよね、音楽流す車が。ハイセンス50型 4K チューナー内蔵、動画視聴対応、 VA パネルなんだ。 VA だから安いんだこれ。6万円、ジャストじゃない、6万100円。 VA パネルから、できれば IPS がいいね。VA、VA ってどうなんだろうな。VA のパネル見たことないんですけど、自分。このパソコンのモニターもそうだし、IPS パネルをね、自分使ってるから、IPS より多分劣るんですよね、VA って。ちょっと IPS で調べてみますか。これ安いな。東芝レグザ50型 4K チューナー内蔵。これちょっとなんかネットとか見てるかわかんないけど。でも、東芝でなんか7万円だってすごいっすね。その VA だと安いんだ。新たなことがわかったな。そっか、液晶にも種類があるんだったな。VA、IPS と、あとなんだっけかな。なんか、一番低いのがなんだっけ。なんか視野角が一番狭いのがなんて言うんだっけ。安いパソコンとかに、なんか、ATM の液晶みたいな、ちょっと忘れちゃいましたけど。これ、ついてんのかな、なんだっけ。YouTube とか。
まあでもそれは最悪なんかファイヤースティックみたいなのさせば見えんのかな。でもいいんだけど、ちょ、帰ってないな。書いてないけど、なんか HDD がなんか内蔵されてるみたいなんで、外付けでハードディスク繋ぐ必要はなくて、録画ができると。まあ、録画つか、そもそもテレビ自体は見ないんでね、衛星放送。なんで、あんまりね、そのね、テレビはほぼ YouTube 専用機みたいになると思うんですけど、そっか、VA パネルか。ちょっと新たなことが分かったな。調べてみるか。はい、やっぱ難しいっすね。昨日なんかちょっくらね、昨日じゃないわ。いつだっけ、少し前に、ケズにね、見に行ったんですけど、そこまで見てなかったな。もう一回見に行った方がいいかな。レビューとか見てみるか。さっきのハイセンスのやつ、これ6万円ってすごい良心的だな。これは普通に買えるぞ、6万円だったら。その VA パネルっていうのがいいんだったら。よいしょ。レビューの写真を見てよくわかるかっていう問題なの。てか、このなんかすごいなんかフリッカーが出るとか、なんか画面半分見えないとかって、かなりこう、高いテレビを買われた方でもレビューにあるんですけれども、なんでなんだろうな、こうなることあるってこと、それは覚悟で、まあそしたらなんか返品とかしてもらえるみたいだけど、安いテレビだからとかじゃなくて、普通になんか東芝とかシャープのテレビもなってる人いるんだけど、それはもうなんか配達の時にもうぶつけ出しちゃってしょうがないってことなのかな。まあ、返品の対応してもらえばいいんですけど、まあ VA について、わかった。じゃあね、とりあえずですね。よいしょ。とりあえずだよ。このハイセンスのやつ候補かな。あんまり中華メーカー嫌だって言った矢先ですけど、やっぱりね、安さ求めると中華メーカーだし、まあ、安さ求めるっつっても、結構ね、ユーザーが多い、日本でのユーザーも多いから、まあ CEO で、なんかよくわかんない中華メーカーではなくて、有名どころの中華メーカーなんですよ。だからまあ、信用はできるのかなというふうなものですね。はい。まあ妥協したくないって言っても、テレビ妥協しなかったらすごい金額になってしまうんで、ちょっとね。まあ、多分テレビはね、必要な感じがしたんで、ちょっとこいつかなっていう感じはしますね。ちょっとじゃあ、あれです。VA パネルがどんな感じかっていうのをちょっと調べて、ちょっと検討してみたいと思います、こいつ。なんか今調べてみたら、VA ってなんか、黒の結構再現度が高いっていうか、なんか、IPS とかに比べて、黒い部分の発光量が少ないんですよ。まあでも液晶だから、まあ、黒はね、発光しちゃって完全な有機 EL みたいな真っ黒は出せないんですけれども、黒が、とにかくしっかりとした黒を出してくれるっていうことで、まあ、IPS に比べて色再現度は低いんですが、黒がね、IPS より強いということが書かれてました。はい。そして、まあ、結構、まあ、視野角とかもね、狭いんですけれども、まあ、TN とかと比べると全然こう視野角があったりとか、まあ、普通に、まあ、パソコンのね、モニターとかで、VA とか使われてる方もいらっしゃったりするみたいで、まあ、VA でも結構いいのかなって思って、まあ、結構ね、まあ、色再現度とか言っても、まあ、そこは設定でいじれるような部分もあったりとか、まあ、黒の再現度が結構高いから、映像的にはこう引き締まって、まあ、コントラストがね、一見高いような映像に見えたりもするのかななんて思ったりして、VA ちょっといいんじゃないかなと。ちょっとなんか、見本がね、どっかにね、あれば、まあ、ちょっとね、今、仙台に住んでるから、ヨドバシとかでちょっと VA パネルのね、テレビじゃなくても、パソコンモニターとか、ちょっと視聴してみてみて、VA、どんな感じなのかっていう、ちょっとね、見てこれれば見てこうかななんて思ってますけどね。まあ、VA でもいいんじゃないかっていう、普通に思いますね。そんな感じでした。とりあえず検討します。友達からの電話で起きたっていう。
実は今日ね、友達、仙台にね、引っ越した友達がもう一人いて、その人と約束をしたんですけど、その人からの電話で起きたと。いや、危なかったです。もっとね、遅かったら。まあ、なんか一応1時ぐらいには約束してるんですけど、さすがにそこまで寝てなくてよかったと。いや、危なかったです、本当に。まあ、ちょっとね、その友達をね、この家に呼ぶっていうことになってるんで、そうだな。で、まあ、こっちまでの道わかんないと思うんで、仙台駅に迎えに行きたいと思います。で、ベトベトついたんだ今。洗濯物乾くもんですね。もうスウェットとか下着とかタオルとかも下の方まで完全に乾いてます。で、ジーンズはねまだちょっと濡れてはいるんですが、まあね、さすがにジーンズはかかるでしょう。あ、それでもちょっと裾の方がちょっと濡れてるだけで、もうね、干してから丸1日違う洗濯してから丸1日経つんですが、まあジーンズね、そのために3本あるんで、まあ丸1日とちょっとぐらいはね、干しといても、まあそのスパン的には影響はないかなと。あとジーンズ多分ね、2日ぐらい着るんで、まあなんで、5日6日に1回のスパンぐらいで着るようになると思うんで、まあ2日ぐらい干してても影響はないと。いうようなことなんで、全然ね、ここに干すんでもいけると。いうようなことですね。はい。しかもいいのが、自分ね、畳まないでハンガーで服保管してるんで、ハンガーのまま、ここにかけて取り込み終了っていう。普通畳むんだと、干してある時にハンガーから取り込んだ時に外して畳んで入れるっていう、そういう、のが必要なんですが、うちの場合は、こっから持ってって、今これ撮影しながらだから一つずつやってますが、はい、これで終わり。取り込み終了。はい、というようなね、システムを作ってみました。下着とかは畳むようにした。下着と靴下かな？は畳むようにしましたが、それ以外は、あとタオルも畳むけど、まあそれ以外、ジーンズとかも畳まなくていいと。これは最高の環境だと思います。よかった。今からその友達を駅まで歩いて迎えに行こうと思います。この坂が自転車だと怖いですよね。すごい急なんですよ。ここをこっちに曲がると、ちょっと手前曲がった方が単純だったかな。まっすぐ倒して今に乗るルートもちょっと覚えると、地図見ながら行ってるんで、時間なんだ、なんか30分ぐらいかかりますよね。そこだな、そこを左曲がって着きます。西口で待ち合わせてるんで行きます。新幹線がある方に西口なんだよな。ちょっともう4時ですが、腹減ったんで食パンを食べます。じゃあとりあえずこんな感じです。この皿出しといてよかったかも。ちょうどいい椅子が来た。よいしょ、よかったよかった。よいしょ、でかっ。後で開けましょう。
下見、あ、ごめんなさい。あ、いいけど喋っても下だけじゃなくてもめちゃくちゃ綺麗だね。そうなの。まあ、若松って、あ、若松ってさ、うん、絶対にこう夜景見るときって下じゃん、うん、真正面にいても綺麗な景色が。そう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 、確かにそうだね。松永とかそうじゃない、うん、下を見渡すって、ね、しまさんになんもないのに。確かに建物が高いからまずあのなんかね、うん、なんだっけ、あの赤いのが上についてるビルがないもんね、高松。確かに確かに、うん、ないし。大丈夫ここお墓だけど。あ、全然大丈夫だよ、喋ってもらって。どうしてるから、あのさ、うん、見返した時に何か映ってたらお墓だから。ああ、霊が。そうそう、いや、お話してもらえないとできない。やめてくれ、一緒になんかこうやっている僕まで嫌だわな。取り付くかもしれないからな。見た人も取り付くんだよこれ。この東照宮駅っていうところからちょっと仙台に電車で行ってみます。こっちか、うん、あ、こっから行けるのか。駅の場所は分かってたけど消えるのが分かんなかった。なるほど、うん、あ、オッケーオッケーオッケー、完璧完璧。もう間に合った。切符買わないとね。そうだね。あ、そこ、ここで買うのか。え、どこで買うの。ここら辺で買うんじゃない、改札なのかな。あ、ここだ。190円ですね、仙台、うん、55分仙台行きっていうので行きます。山形にも電車で行けんだよね。電車が長えよ。電車が長いよ。あいつ長くても4両だもん。あれで、こんな仙台行くのもこんなぎゅうぎゅうなの人。絶対そうだよね、仙台駅から出るやつ。そうだね、ぎゅうぎゅうって こんだけ車両あってぎゅうぎゅうなんだな。さすが都会って感じ。どうしよう、痴漢されたら。あん、てかあんな長い電車を初めて見たかもね、生で。あいつ長くて4両だもん。こりゃあこれですね。これは結構空いてるじゃん。仙台から来るのがやっぱ混んでんだよ。仙台でなんか電車降りたり乗ったりしたの初めてかも。あ、でかっ。今友達と遊んで仙台駅まで送ってきて、あの電車に乗ってきましたね。初めてこあの仙台駅で電車の乗り降りをしましたが、友達が帰ったってことで、ちょうど自分も仙台駅行きたかったんでね、電車で来たわけですが、とりあえずあの昼飯じゃない、なんかご飯を少し、たでもどうしようかな、なんか見たりしようか、ちょっと何も考えてなかったんで何しようか考え中です。とりあえずパルコでも見ようかな。スタバに行ってもいいしな。いや、もうなんか都会感がすごくやばいです。ヨドバシに行ってきます。ヨドバシコンシェルジェサービス。換気のできるエアコンや淀橋の廊下、なんか仮設ですね。冷蔵庫が売れています。放送でかすぎるんだ、この価格は。テレビがね、ちょっと欲しいんですよね。迷ってるんですけど、どうしよう。あの部屋における限度は55くらいかな。これはさすがに高いから選ばないけど、有機EL が一番発色いいけど高いんですよね、倍ぐらいになるんだ、液晶の。65型で15万っていう。これ有機EL でも本当になんかさっきとか29万とかだったりだったんですけどね、大体倍ぐらい値段変わってくるっていうか、でかいっすよね。ほらこっち29万だって、やっぱり55型29万65型15万、全然違う。あれだな、あの壁からソファーの距離測ってくればよかった、大体のシミュレーションできたのに。
まあ、また今度ですね。このベゼルの細さやばくね2ミリだって。やっぱ有機エレの画質見ちゃうと有機エレにしたくなる。全然違うもん、コントラスト比が。動画編集コーナーなんてあるの、すげえ。録画されてんのかな、これ。すごっ、さすが。これは面白い。照明とかも欲しいんだよな。ここで売ってくれるのありがたい。これもな、この前出たスタジオディスプレイか。やっぱ綺麗だな、すごっ。よし、じゃあ戻ります。なんか書いてあるな。第一ビル、なんか新しいビルができるのか。なんかまた駅前いろいろ工事してんだ。スタバとか飲んで帰りたいとこだけど、今度だな。とりあえず今日のところは戻ります。なんかね、友達を送ってきたついでにいろいろ見ようと思ったけど、ちょっと眠すぎて、ね、見る気になれなかったんで、今度だな。買い物はする気で見ね、する気で来ないとダメだ、やっぱり。なんとなくじゃ。あとやっぱ目的がないと 何見ていいのか分かんない。ここよく仙台に旅行に来た時泊まってたんですよね。結構ね、だから 4,5 回泊まったことあるから、結構なんかイルミネーションとかなんかイベントで仙台に来た時によくここに家族と泊まってました。白萩、ここは多分東照宮駅のところの踏切なんですね。意外と歩ってみてもそんな遠くは感じなかった。1キロ 1.5 キロぐらいあるのかな、仙台から。そんな感じでした。うん、東照宮駅前踏み切り、多分ね、電車使うことになったらこの東照宮駅が最寄りで、多分ここ使うことになるんで、行き方覚えててよかったです。そこに東照宮っていう神社かな、あるらしいんですけどね。今度行ってみようかな。なんか重要文化財かなんかに指定されてるみたいですね。大体40分ぐらいかかったかな。40分、一人で歩いてきましたが、もう少しハイペースで歩くと30分ぐらい着くかもしれない。きましょう。なんか昨日と同じメニューになりそうだな、この調子だと。よいしょ。ゴムベラを使って米といたら冷たくなくて済むんじゃないかっていう説がありますけど、よいしょ。とりあえず、あれ、これ炊飯ってやっちゃうと、でもあれだよな、これ始まっちゃうよね。あれ、あ、そうだ、電源入ってない。本かまどっていうのにしてみる。55分かかるのか。そっか。じゃあ早炊きか。今日も早炊きで、じゃあ、炊飯。ちょっと待って。水入れないで炊きましょう。バカだな、これ。ただ温めただけだ。もうマジか、これどうすればいいんだろう。水入れないで炊いちゃった場合でも、なんか、今調べたら、もう一回、分量のお湯を入れ直して、炊くと、いや、いいらしいですね。あ、いいちょっと、炊飯。あれ、あ、そっか。あ、保温を取り消して、炊飯。オッケー。おー、できたら、大丈夫なのかな、これは。おー、めっちゃ品質高そう、この、まな板。よいしょ。いいね。お、すげえ、いい感じ。お、なんだってうまそうだ。
今日は切ってみました。やっぱ切った方がね、あの、てか何気にあれ切って食べるのね、なかなかあのちゃんとやらないと大変だったんで、とりあえず今日は切ってあれ焼いてみます。いや、まあ絶対に美味しいに決まってますよ。昨日より美味しく出来上がるかも。縮むこともないしね、こうすると。昨日のも縮みませんでしたけど、なんかこう、切った方がしっかり焼ける気がする。この油で卵焼き焼いたら絶対美味しいと思いますよ。はい、本日の夕飯です。昨日と同じような感じですが、味噌汁とご飯と、今回は切ってみた、ステーキと豆腐と卵焼き。お茶碗なかった、お茶碗じゃないわ、お皿がなかったです。あ、うまっ。よし、じゃあこっから洗い物して、でちょっとね、あのまだ Vlog の編集をしてないんで、とりあえずね、これあの、パソコンにあの、Vlog の素材をね、エアドロップでね、Mac にね、いつも送ってるんですけれども、これね、あれにしてですね、あの、エアドロップもまあいいんですけど、結構やっぱり時間かかるんで、なんか早い方法としては、調べたら、SD カード、iPhone のライトニングと SD カードリーダーを変換するアダプターを買って、ファイルアプリから、その、撮った写真を SD カードに保存して Mac で SD カードで読み込むっていうのは最速らしいんですよ。なんで今度それをやってみようかな。結構やっぱりね、15分ぐらいかかるんだよな。あの、このクラスのね、4K の 60p の、あれとかだと、しかも HEVC なんで結構時間かかったりするんで、そのやり方ちょっと、にしようかな、と思ってますけど、よいしょ。とりあえず転送しておきます。よし、では寝る前に、こうやって1個食っちゃいます。絶対太るけど、ちょっと食いたくてたまんなかったって。いやー、これ買いだめすることになりそうです。安いじゃね、1個100円で。冷凍庫もでかいし、これね、マジでもうほんと大好物、アイスの中で一番と言ってもいいほど大好物なんですけど、森永のビスケットさん。このね、あの、ビスケットとアイスの相性とか、あと結構大きさがあったり、何より安かったりっていうので、かなりお気に入りのアイスです。うますぎます。やばい。最高だな。糖分不足かもしれない。もう異様にもうアイスあれ食べたくて食べたくてしょうがなくて、あれですね、多分甘いものを今日一切食ってないっていう。まあ昼と言っていいのか、まあ午後もあの友達と一緒にパンオリーブオイルつけて食べただけだし、あと夕飯もね、味噌汁とか肉とかだったんで、全く糖分を取ってないっていう。糖分で必要なんですよ。まあ適量が適あの取り過ぎると良くないんですけど。どうでした。おやすみなさい。